BSI が民間企業から政府までさまざまな組織から依頼を受けて開発しているスポンサード企画であるパスは、製品、サービス、またはプロセスの要素を国際基準として標準化した公開仕様書です。BSI ジャパンは、小口保冷配送サービスに関するパス企画、パス1018のスポンサーであるヤマトホールディングス様にお話を伺いました。我々ヤマト運輸では、アジアを中心に、クール宅急便という商品、小口で、冷たく、物を運ぶというサービスを提供しています。近年、アジアにおいては、EC、通販市場の、伸びが非常に激しく、それに伴って、食品を中心としたものを、冷蔵冷凍で送るという、文化が非常に広まりを見せています。そのような状況の中、安定したサービスを提供している事業者であること、それを示すことが重要であると思っておりまして、そこに国際規格が活用できるというふうに考えています。またこういった国際規格は、新たに事業を始める事業者が参考とするガイドラインになりうるというふうにも考えています。パス1018とは、保冷配送サービスのうち積み替えを伴って輸送するサービスを対象としています。この企画の中では、荷物の取り扱いのみならず、輸送ネットワークを構築すること、そして機材といったハードウェアを用意すること、また社員への教育を実施すること、そういった内容についても要求事項に定められております。今回作ろうとした企画は、工業製品ではなくサービスに関する企画でした。ただ、サービスに関する企画を作ろうと思った場合、それを作ることができる策定期間というのは限られていました。その中でも、企画作りに対して長い歴史と実績を持つ BSI さんをパートナーとして選ばせていただきました。パスを作る過程においては、イギリス側と直接やり取りをするという場面が多かったんですけれども、 BSI ジャパンさんがそこにフォローに入っていただいて、我々としても円滑に企画策定を進めることができました。BSI は本社があるイギリスだけではなく、世界中に大きなネットワークを持っております。また完全に独立した組織で、パス規格の開発を支援する非常に公正で堅固なプロセスを構築しています。策定プロセスですけれども、こちらは ISO に準じたプロセスということが信頼感につながっていたというふうに思っています。公平性、そして透明性という要素がありましたので、作っただけではなくて、完成した後に市場に受け入れられるという意味で重要なことであったと思っています。また日本だけではなくですね、海外のステークホルダーの皆さんからの貴重な意見を取り入れてできたものになっておりますので、そういった意味で非常に感謝を申し上げます。このパス1018という企画が利用されることで、海外における保冷宅配便の業界品質の向上、そして安定に貢献できるというふうに思っています。で、結果として幅広いお客様が安心にこういったサービスを利用できるというふうにつながっていくと思っています。そうすれば、こういった小口保冷配送サービスがまさにインフラとして成長することができるというふうに思っています。で、例えば農産品を送る生産者の皆さんが直接消費者にお荷物をお届けするですとか、あとは飲食店に小口多頻度でお荷物をお届けするといったことも可能になってまいりまして、これはまさに利用者の皆さんのビジネスの拡大に貢献できるものと思っています。企画作りを通して、海外を含めた様々な方の保冷宅配に関する最新の意見を知ることができました。 BSI は世界中に様々な分野の専門家のネットワークを保有しており、1200以上の委員会を通じて、あらゆる分野の専門家の協力を仰ぐことができます。また、この国際的な企画であるパスを策定できるのは、日本では BSI ジャパンのみです。審査におきましては、客観的な視点から審査をいただいたことで、社内では見えなかった課題や改善策を知ることができました。品質向上にとっては非常に新しい取り組みであり、これからも有用であると感じておりますので、引き続き品質改善に努めてまいりたいと考えております。国際規格を作るというのは初めての試みでした。また物流サービスを提供する業界についても、
新たなチャレンジであったというふうに思っています。この企画はまさに作るだけではなくて、それを多くの方が利用することによって初めて意義を達成できるというふうに思っています。今後はより多くの国や地域の物流事業者さん、もしくは荷物を出される利用者の皆様にこの企画を利用していただけるよう紹介を重ねてまいりたいと思っています。またその際にはぜひ BSI さんと相互に協力をしながら進めてまいりたいと思っています。 BSI でパス企画を策定することで信頼を確立し、ベストプラクティスを認め、コストを削減、そして業界内のイノベーションを促進します。